皆さんこんにちは。オンライン国土学ワールドへようこそ。今日しんぼさんとお話しますのね、はい、タイトル的に言うと絶望の少子化対策なんですよ。絶望の少子化じゃないんですよ。絶望の少子化対策なんです。ハンガリーが少子化対策にものすごい力を入れてましてね、昔メルケルさんがドイツにおられた頃に、はい、ハンガリーのオルバーンという首相かな、はい、に対してハンガリーがなんで難民を入れないんだって喧嘩になったことがあるんですよ。でその時にハンガリーはうちは自国民を増やすんだという話をして、まあ、そのあたりから極めて強力な少子化対策をやり始めた、はい、それをちょっとご紹介したいんですね。お願いします。で絶望の少子化ではなくて絶望の少子化対策だと言いますのはね、はい、今いろいろ行われたり議論されたり提案されたりしている少子化対策がかなりピントがずれてる、うん、例えばまあ子ども手当の話にしてもそうですけど、なんで若いご夫婦が子どもを産まなくなったのかというと、うん、これは極めて長期にわたる貧困化の継続と同時にこの貧困化は簡単には収まらないと考えてるからなんです、うん、はい、もうこれに尽きると言ってもいいと思うんですね。で生まれてくる我が子が私よりも貧しい暮らしをしなければならないか、あるいはその可能性が高いとなったらですね、お父さんお母さんは子供を持つことはその生まれてくる子供に対して随分悪いことをしている、そうですね、そういう感じを持ってしまいますよね、はい、で現実のちょっと数字をね抑えていきたいと思うんですけど、はい、いろんな統計出てるんですけど50歳時点での、うん、日本人の未婚割合がどう推移してきたかというとですね、1970年は女性の 3.3% が未婚だった、はい、男性の 1.7% が未婚だったというわけですね。1970年、はい、そんな昔じゃありません、ところが2020年にはそれが女性は 17.8% が結婚していない、男性は28.3% が結婚していない、こういうことになったわけで、なんでかというとこれは非正規雇用がですね、1995年頃は 10% 台だったのが今 40% になっておりますよね。で言うんじゃこれはもう明日の暮らしが成り立つかどうか安定的な見通しが立たないということになると結婚できないですよね。でなんでこんなに非正規が増えたかです。これ実は消費税が効いているというとえと思われるでしょ、はい、そうですね、思われるでしょ。実は消費税というのは企業が消費税払うんですが、企業は消費税払うのに消費税が利益と人件費にかけられるんですよ。人件費は何からできているかって言ったら正社員の給料なんですよ。でこれをもし非正規にするとですね、これは人件費というカウントじゃなくて経費というカウントになるわけです。だから落とせるんですよ、消費税の対象から。でこれだけ消費税が上がってきますでしょ、はい、そうすると企業から見るとですね、正社員に置いておくと正社員の給料分かける消費税になりますから、うん、経費から抜きたいですね、はい、ようなことになるもんだから非正規が増えるんです。したがって勤労者の4割もが非正規と、こういうことになっているんですよね。でおまけにこの少子化議論が起こって2020年頃から見てでもですね、非正規雇用は減っていないんですよ、うん、減っていないんですよ。だここにメスが入らないためです、ね、ここにメスが入る、このここにメスが入った議論というのがまずありませんですよね、ありませんです。だ国民を豊かにすることと安定的な雇用ですよ、安定的な雇用、安定的な雇用でいうとまだ日本的なというかですね、永久雇用みたいなことを言うのではないかと思われるかもしれませんけど、安定的に働く場所があるということがどれだけ人々を安心させるかということですよね。そんなことを忘れて日本的働き方の否定みたいなですね、うん、いうことを言い続けてきたことがそもそも大きな問題だというふうに思うんですね。でそれとですね、もう中途半端なことでは少子化というのが収まらないというのはですね、今お子さんを産んでいただける可能性が高い女性の年齢層は20歳から39歳ですよね、はい、20歳から39歳というのは約今1300万人ぐらいおられるんですよ、うん、20年前の20歳から39歳、現在40歳から59歳の女性はですね、1430万人おられたんですからね、
もう100万人以上もうすでに減ってるわけ で、この今減っている20歳から39歳の女性約1300万人がですね、はい、20年後です、うん、何人になるかなんです。でこれは明らかですね。今1歳から19歳の女性見ればいい、はい、1歳から19歳の女性は1000万人しかいないんですよ。ということは20年後に赤ちゃんを産んでくれる可能性がある女性の数は最大でも1000万人しかいない、うん、今から300万人減るんです。これは中途半端な減り方じゃないですよ。そうですね、減り方じゃないです。おまけにですよ、2023年に生まれた日本人の数は75万8千人だったです。そういうことはですよ、これ女性だけに置き換えてみても、20年後には1000万人と言いましたですね、そのさらにもう20年後、2023年の出生率が今後も維持されるとしても、1歳から19歳の40年後の女性の数は最大で758万人しかいないです。で1000万人からさらに250万人近く減るわけです。これ確実に減るんですよ。だからよっぽどのことをしないとダメですね。ということはですね、まあ確かに子供を産んでいただく政策もやらないかんけれども、より人々の働きが効率的になるような環境を整えるということは極めて大事というふうに思いますよ。それから少子化対策の中で今議論が抜けておりますのは、大都市の子供の数は多くないんですよね。それはそうですよ。 2DK みたいなところでですね、3人も4人も育てられないですよ。でおまけに人生100年時代という本がイギリス人が書きました、はい、この本の中に彼女たちはですね、人生100年時代というのは多世代世帯の時代になると言ってるんですよ。日本も昔そうでした、はい、ご夫婦もいるし子供もいるし、おじいちゃんおばあちゃんがいたんですよ。そうですね、おじいちゃんおばあちゃんに子供が熱出たら、うわ熱が出ちゃったどうしようって言ったら、あ、まあ、この熱は心配することないのよとおばあちゃんが言ってくれるという安心がありましたよね、はい、今その相談する人なんかおらへんということでしょ、はい、だから彼女たちが言う人生100年時代は多世代世帯の時代だというのは、私は合ってるというように思いますよ、うん、そうすると東京なんかに住んでちゃダメなんですよ。地方に行かないとですね。だから多世代世代を実現するために地方移転を図る、でそのためには企業が雇用機会を地方に作るということをやらせる、それが政府の政策だということになっていかないか、そんなことに全然なってないというわけですよね。容易ではないということですよね。で今岸田内閣がですね、はい、だからその外国人との共生社会を作るんだ、人口減るからなんて言ってますでしょ。冗談を休み休みにしろとこう言いたいんですよ。なぜかというと宗教なんですよ。宗教、私たちは激しい宗教を持つ必要がなかったんです、はい、その自然災害で死んでいきましたから、うん、紛争で死んでいない、で紛争で死んでいた連中というのはですね、非常に強い神を持たざるを得なかった、命令する神がどうしても必要だった、うんうん、一つに束ねる必要がありますから。ですね、だって日本人にねジハードの概念を理解しろったっていうのはできるわけがないですよ。ところがジハードを宗教概念で持っている人々がいるわけです、うん、そういう人々と我々一緒に本当に暮らしていけますか、そうです、いうことですよね。本当に言葉の遊びみたいなことはやめてもらいたいと思いますけど、どうで辛坊さん、この深刻さ、数字で表されていて、それが現実に起こっているっていうことをもっと認識しなきゃいけないんですけど、認識したところでちゃんとした政策がないからどうしたらいいんだろうっていうところですよね。なんか助け合ってる部分だけではもう到底間に合わない、まさに絶望っていうところだなと思います。そうですね、生産年齢人口という概念がありますでしょ、はい、14歳から65歳ですね、生産年齢人口は実はずっと前にピークアウトしたんですよ。ピークはですね、はい、1995年なんですよ。8700万人いたんですよ。8700、今7000万人台ですよ。この時に私なんかは国土計画をやってたんで、うん、生産年齢人口はどうもピークになりそうだというんで、この国の形が変わりますよっていろんな人に話したんですけど、反応してくれた人なんかまずいませんでした。というのは総人口はまだ増えてたんです、その時は。1995年はそんな感じだったんですね。で少子化対策考えるとですね、この時だったんですよ。そうです、30年前なんです。さて日本と同じような厳しい状況にあったハンガリーは、2010年の合計特殊出生率は 1.25 ですから、かなり厳しかったんですね。今はですね 1.5 ぐらいに回復してるんです。でなんでそんなに回復ができたのかということですが、
特にですね、赤ちゃんを持つ女性に対する極めて手厚い政策をやってきているんですよ。例えばですね、30歳前に子供を出産した女性は、平均賃金への税額を上限に個人所得税を免税。すごい。4人以上の子供を養育した母親は生涯所得税を免除。子供の数に応じて課税ベースが減額されていく。こういうわけです、はい、高等教育在学中または修了後2年以内に出産した30歳以下の母親は学生ローンが返済免除、から出産休暇では母親の休暇前の平均賃金の 100% 相当額を168日間保証する。幼児が2歳になるまでは育児手当が支給され、その金額は申請者の平均賃金の 70% 高いですね。高いですね。それから奥さんが18歳から40歳の既婚夫婦は上限額360万円のローンを受けることができる。賃金水準が日本より低いですから、少ないように見えますけども、でそれはですね、申請後5年以内に第一子が生まれると3年間の返済猶予、利子は免除、第二子が生まれるとローンは3割減免、第三子が生まれるとローン返済は全額免除。本当ですか、すごい傑作ですね、すごいですね。すごい面白いのはですね、こんな発想は日本ではないなと思うのは、子供がたくさんいる家庭というのは大きい車が必要だというんで、3人以上の子供がいると7人乗り以上の車の購入の費用の半額が補助される。その他子どもの数に応じて住宅の購入や建設に補助金が出る。子どもの数に応じて住宅の補助金なんかこの国ありませんよ。ありません。2人以上の子どもがいると低金利のローンが組める。住宅購入の消費税は 5% の軽減税率となる。この国の、ね、消費税は 15% なんですよ。それ大きいですね。その他子どもの数に応じた子ども手当の支給や、3人以上の子どもがいる母親を雇用する企業側の社会貢献税が免除されるというわけです。だからその3人以上子どもがいる母親を雇っている企業は税金が少なくすることができるという制度が入っているというわけです。非常に手厚いし幅広いですね。確かに今合計特殊出生率はちょっと上がってはきているんですが、人口が増えるところまで効いてるかということになると、なかなかそれは難しいところがあるようなんですね。ようなんですけども、まあ、これだけのことをやっているというわけです。これはですね、この日本の自由民主党も、このハンガリーの在日の大使を読んで、この政策を聞いてるんですよ。聞いたんですね。聞いたの、なんか反映されてんの？いや、ないですよね。どうですハンガリー、女性に対する手厚い支援ですね、いうのは本当特徴的ですよね。こういう国であってほしいな、まあ、これをやらなければならないぐらい、先ほど申し上げたように、日本は深刻な状況にあるんですよ。本当にあるんですよね。だから本当に異次元のというんであればですね、これぐらいのことやったらどうだろう。本当そうですよね。これでこそ異次元であって、私は子供一人しか産まなかったですけど、何が大変って結局やっぱりまだまだ女性に負担がいくんですよね、子供を産むと。で、休んでいる間もお給料は手に入らないしとか、復帰するってなってもじゃあいつ復帰するんだ、保育園どうするんだ。本当にこれだけのことがあれば2人目3人目って考えようかなっていうことになりますよね。異次元の少子化対策というですけども、少子化というのは貧困化が引き金になってるわけですね、で少子化対策であるから国民に金出せなんて言ってる国ですからね。何を勘違いしとんだと、本当に意外にせえと言いたくなりますですよね。そういうことで、この少子化対策、この国の政府がやろうとしていることははっきり言って、いい加減にせえというような感じだということで、今日は締めたいと思います。